こんにちは、ハマクッキングのお時間です。今回作る料理は柚子胡椒チーズ飯を作ります。材料の紹介です。 SB 本生柚子胡椒、 QBB ベビーチーズモッツァレラ、お米1合、北海道産ゆめぴりか、これで作ります。メスティンにお米1合と水約 200cc を入れました。この状態で30分間放置します。お米を水に浸して30分経ちました。では具を入れます。最初に柚子胡椒を入れます。大さじ2杯ぐらいですね。かき混ぜます。 QBB ベビーチーズを入れます。具を入れました。これで炊いてみます。最初は中火で7分、その後弱火で3分です。これでしばらく待ちます。中火で炊き始めて7分経過しました。ここで弱火にします。弱火にしました。これであと3分待ちます。弱火にして3分経過しました。ここで火を止めます。止めました。これであと10分間ご飯を蒸らします。ご飯を蒸らして10分経ちました。では蓋を開けてみます。開けます。おいしょー。あ、おチーズがとろけてますね。チーズとね、柚子胡椒のいい香りがしてます。ご飯も美味しそうですね。スプーンですくってみます。とろっとしてる。あ、美味しそうなご飯です。おこげはついてませんね。おこげはついてません。美味しそうに炊けました。いただきます。すんごい熱々だなこれ。いただきます。うん、美味しい。もうチーズが熱々、柚子胡椒のね、いい香りがしてます。うん、ご飯も美味しい。ちょうどいい。チーズがとろりとねしてて、ご飯によく染み込んでますね。うん、あ、美味しいわ。ほんのり塩味も効いてます。柚子胡椒の中にこう塩がね入ってると思うんですけど、ほんのり塩味が効いてて美味しいです。いただきました。なかなかね美味しかったですよ。こうとろけたチーズがね、熱々のご飯によく合ってました。香りもね良かったです。柚子胡椒のねいい香りがしてました。塩気がねちょっと効いてて、もう味もちょうど良かったです。食べやすかったですね。またね作って食べてみたいと思います。これでごちそうさまでした。